世界観一新。ナンバーアンダーライン愛最新曲、INZM は台湾で撮影。アジアテイスト満載の衝撃映像に期待。ナンバーアンダーライン愛新曲、INZM のタイトルが意味するものとは、期待と想像力をかき立てる。音楽は常に私たちの心に深い影響を与える力を持っています。特に、待ち望んでいた新曲やミュージックビデオが公開される瞬間は、 ファンにとって一種の儀式のようなものです。それは、未知の世界への扉が開かれる瞬間であり、同時にその世界が私たちにどのような感情や経験をもたらすのかという期待と不安が交錯する瞬間でもあります。2024年8月19日に公開される No.1&I の新曲、INZM は、まさにそのような期待感を抱かせる作品の一つです。この楽曲のティーザーが公開されるやいなや、 ファンの間では様々な憶測が飛び交いました。特に、短い音源と短編動画だけで多くのファンが心を奪われ、INZM がどのような作品になるのか、どんな映像が待っているのか、誰もが待ちきれないという心境が見て取れます。ファンが次々とコメントを寄せる様子からも、その期待の高さが伝わってきます。これほどの関心を集める理由は、 ナンバーアンダーラインアイがこれまでに築き上げてきた独自の音楽世界と、それに対するファンの信頼によるものです。INZM というタイトル自体が、何か大きなものを予感させます。これまでの楽曲と同様に、ナンバーアンダーラインアイはリスナーに驚きを提供し続けることが予想されます。その中でも特に注目すべきは、今回の撮影場所が台湾であるという噂です。台湾は、 近年ますますアジアのカルチャーシーンで注目を浴びている場所であり、その特有の雰囲気や風景がどのように映像に反映されるのか、大きな関心が寄せられています。雨の音、雷鳴、そしてどこか不穏な高音が混じり合う予告編は、まるで嵐の前の静けさを感じさせます。この静けさの中には、何か大きな出来事が待ち受けている予感があり、それが視聴者の心をつかんで話しません。 台湾という舞台設定は、この作品にどのような意味を持たせるのか、そしてその選択が楽曲や映像にどのような影響を与えるのかを考えると、期待はますます高まります。台湾といえば、その独自の文化と歴史が深く根付いており、近年ではアートや音楽シーンでも多くの革新的な試みが行われています。その中でも特に注目すべきは、台湾の都市と自然が融合した風景です。 この独特な景観が INZM の映像美にどのように生かされるのか、またそれが楽曲の持つテーマとどのように結びつくのか、考えるだけで胸が高鳴ります。ナンバーアンダーライン愛が選んだ台湾という場所には、もしかすると偶然ではなく、深い意味があるのかもしれません。台湾は、東アジアの中でも特に複雑な歴史と文化を持つ場所であり、その中で形成された独自のアイデンティティが、 作品全体に何らかのメッセージを与える可能性があります。音楽と映像が融合するこの作品で、台湾のどの側面が強調されるのか、そしてそれがどのような物語を語るのか、ファンの想像は広がるばかりです。これまでのナンバー・アンダーライン・アイの作品を振り返ると、彼らが常に新しい挑戦を恐れず、既存の枠組みを超えた創造性を発揮してきたことがわかります。それは単なる音楽の枠を超えて、 視覚的にも聴覚的にもリスナーを魅了し続けてきたのです。INZM もその例外ではなく、これまでの作品以上に大胆で革新的な試みがなされているのではないかと期待されています。また、今回のティーザーには、アジアンテイストというキーワードが多く見られます。このアジアンテイストが具体的に何を意味するのか、それが台湾というロケーションとどのように結びつくのかはまだ不明です。しかし、 この言葉からは、東アジアの文化や美学が作品の中に取り込まれている可能性が示唆されています。ナンバー・アンダーライン・アイがどのようにアジアの要素を楽曲や映像に取り入れ、それを新たな表現として昇華させるのかは非常に興味深い点です。ファンの間では、INZM の楽曲がどのような音楽的進化を遂げるのかについても多くの議論が交わされています。これまでのナンバー・アンダーライン・アイの音楽は、ポップス、ロック、 エレクトロニカなど、さまざまなジャンルを融合させた独自のスタイルで知られています。彼らがどのようにして新しい音楽的な挑戦を行い、それをどのようにファンに提示するのかは、音楽業界全体にとっても注目すべきポイントです。特に、今回の予告編に登場する雷鳴や雨音のような自然音が楽曲にどのように取り入れられているのかも興味深いところです。自然の音は リスナーに対して非常に強い感情的な影響を与えることが知られており、それが楽曲全体にどのような雰囲気をもたらすのかは、INZM の独自性を決定づける要素となるでしょう。音楽における自然音の使用は、時にリスナーを現実から非現実的な世界へと引き込む効果を持ち、今回の作品でもそのような意図が込められているのではないかと考えられます。さらに、ティーザー映像に見られるビジュアルの美しさや、 ディテールへのこだわりも見逃せません。ナンバー・アンダーライン・アイは常に音楽だけでなく視覚的な表現にも力を入れてきました。彼らのミュージックビデオは単なるプロモーションビデオにとどまらず、一つの芸術作品としての完成度が高く評価されています。今回の INZM でもその映像美は期待を裏切らないでしょう。台湾の風景や文化的背景がどのように映像に取り入れられているのか。 そしてそれがどのような物語を紡ぐのかは、今後の展開において非常に重要な要素となるでしょう。ここで考えてみたいのは、なぜこれほどまでに INZM が多くのファンに期待されているのかという点です。それはおそらく、ナンバー・アンダーライン愛がこれまでに築き上げてきた信頼と、その一貫した創造性によるものでしょう。彼らの音楽や映像は、常にリスナーに新しい視点や感情を提供してきました。 それは単なるエンターテインメントを超えた、深いメッセージ性や芸術性を持つものであり、そのためファンは彼らの新作を待ち望むのです。INZM がどのような形でそれらを表現するのかは、非常に注目すべきポイントです。もちろん、ファンの中には期待と同時に不安を感じている人もいるかもしれません。それは、新しい作品がこれまでの作品を超えることができるのかという疑問から来るものです。しかし、 ナンバーアンダーライン愛がこれまでに見せてきた実績を考えると、その不安は杞憂に過ぎないかもしれません。彼らは常に進化し続け、その進化がファンに新たな喜びをもたらしてきたのです。INZM もその流れを引き継ぎ、さらなる高みを目指していることは間違いありません。今回の予告編で見せられた映像や音の断片は、まさにその進化の片鱗を感じさせるものでした。それは、 嵐の前の静けさのような緊張感を伴いながらも、新しい世界がその先に広がっていることを予感させます。リスナーとしては、その世界がどのようなものなのか、早く知りたくてたまらない気持ちになるのも無理はありません。音楽業界において、ナンバーアンダーラインイのように常に新しい挑戦を続けるアーティストは稀です。それは、リスクを伴うものであり、同時に大きな可能性を秘めたものでもあります。 INZM がどのような反響を呼ぶのかはまだ分かりませんが、その挑戦が成功することを願わずにはいられません。そして、その成功がさらなる創造性と革新をもたらし、音楽業界全体に影響を与えることを期待しています。最後に、この INZM という作品が、私たちにどのような物語を語りかけてくるのか、その物語が私たちにどのような感情を呼び起こすのかを楽しみにしています。 音楽は単なる娯楽ではなく、私たちの心に深く刻まれる経験です。その経験がどのように私たちを変えるのか、どのように私たちの視点を広げるのか、INZM を通じて感じ取ることができるでしょう。そして、この新しい旅路の中で、私たちはどのような驚きや感動を見つけることができるのでしょうか。それは今後の展開次第ですが、確かなことは、その旅路はすでに始まっているということです。 私たちの手の中にあるのは、その旅路の断片であり、それがどのようにつながっていくのかを見守ることができるのは、何とも幸運なことです。私たちはこの INZM を通じて、また新たな物語に触れることができるのです。その物語がどのように私たちを導き、どのように私たちの心に響くのか、それを知るためには、あと少しの時間を待つだけです。その時が来た時、 私たちは新しい何かに出会えるでしょう。それがどのようなものであっても、それはきっと私たちの心に深く刻まれるものであるに違いありません。そして、その瞬間を楽しみに待ちましょう。